まずはコンディションを教えてください。わあ、いいです。4月にクルーカー選手に敗れてしまって、はい、その後どのように過ごされていましたか。いつも以上にいい練習をしようと思って、まあ、努力して、まあ、いろいろ練習をしてきました、はい、どの辺あたりを改善してボクシングを中心にやってきました。4月からこれまでに試合はされていたんですか。まあ、1試合だけ。どちらで。J ネットで。今京都の選手が日本代表として活躍されていますが、どのように感じていますか。頑張ってるなって。はい。特別に意識したりとかはないですか。まあ、そこまではないですね。はい。対戦相手のハリトール選手の印象はどうでしたか。まあすごいパンチがまあ上手い選手なんで、そこを気をつけていきたいなっていう。はい。シームさんはどのような戦いを見せたいですか。パンチをもらわず、まあ、うまく自分のパンチが当てていけばいいかなって。この試合に勝って、まあ、来年以降はどのように活躍していきたいですか。まあ、来年、まあ、今回ワールドグランプリのベースト8、まあ、出れなかったんですけど、来年はまあ出たいなっていう。はい。ファンにメッセージをお願いします。頑張ります。質問です、はい。この試合にはどういうモチベーションで臨みますか。まあモチベーションを思い切って、まあ、できれば一番かなって試合が、はい、思い切って試合ができれば、はい、ベストを尽くせれば。さっき、まあ、質問がありましたが、具体的にその春以降、はい、改良した点っていうのはもう少し詳しく聞かせてもらえますか。強化した点。まあやっぱボクシングですかね。ボクシング。はい。それは具体的にどういうパンチを打てるようになるのか。まあ3発4発できるだけ多めのパンチを出せるように。フィジカル的なトレーニングってどう。まあある程度そうですね、前より体を絞ってちょっと、まあ、脂肪を、まあ、体脂肪ちょっと落としてまあ来たっていうのが。少しスピードとか変わってきました。まあそうですね、まあでこの前よりかはだいぶ、この前4月よりかはだいぶ多分変わったとは思います。動きが速くなった。まあそうですね、自分の中では。ハリトーノフ、これもさっき質問ありましたけど、はい、ハリトーノフ選手っていうのはすごくこうロシアの軍隊のイメージがありますが、はい、なんか戦うことに対してちょっと脅威とかそういう部分はありますか。まあ、気持ちが強い選手なんで、まあ、なかなか倒れない選手だから、そこはちょっと怖い部分っていうか本当にありますね。過去の映像はご覧になりましたか。まあ、そうですね、はい。気持ちの部分が一番怖い。まあ、そうですね、気持ちは本当に強いんで、まあ、そこだけ、まあ、そこも負けずに試合したいなって。